まずコメントの前に、今日鹿児島県の北部で、たくさんの雨が降り、今日の試合を楽しみにしておられた方で、スタジアムに来ることができなかった方もいらっしゃると思います。そんな中で、今日4,443名の観客の皆様が集まっていただきまして、本当にありがとうございました。で、試合につきましては、1対0で、まずリードして、また追いつかれて、で、リードして、追いつかれたと。残念な、悔しい思いはあるんですが、でも選手たちは最後まで力を振り絞って、走ってくれましたし、よく頑張ってくれたと思います。失点の最後の1点の我々ケアしてたところ、注意をしていたところの疲れたことに関しては、本当にまあ残念なんですが、また修正をして、次の試合に向けて練習をして、いい状態でチームをまた仕上げていって、次の試合に臨みたいと思います。先週のいい流れをつないでいきたいと思い、今日のメンバーを決めました。基本的なところですね、鹿児島、我々が築いてきたところを継承しつつ、で、攻撃のところを少し追加をさせてもらいました。で、守備、プレスはみんなのいいところもありますので、修正すべきところもチーム内で修正しながら、攻撃のところを少し追加をするような形でした。その追加したところがプラスして、初めの1点目、取れたんじゃないかなとは思ってますが、それよりも選手が今までベースで築いてきたところがありましたので、それも大きかったと思います。まず攻撃をサイドから持っていって、そこからフィニッシュにつなげることができた、中も少しコンビネーション的なこともできましたので、そういった面で良かったと思います。競った試合になってましたので、やはりなかなかカードを切るのが難しかったです。はい、でも、カードを切ろうとした瞬間に野田明、純也の方がいいプレーをしてくれまして、いい得点をアシストしてくれましたので、私はそれで良かったんじゃないかなと思います。勝って中断期間を迎えたかったっていうのは本音です。しかしながら、選手は疲れてる中、本当によくやってくれたと思うんですね。ギリギリの中で走り切って、最後まで諦めずに2対1にしてくれましたし、で、最後の最後も危ないピンチから相手のゴール前までカウンターで持っていくことができましたので、そういった意味では選手たちは本当によくやってくれたなと思ってます。特に攻撃も守備も連携のところを深めていきたいと思います。素晴らしい雰囲気だと思います。4,443ですか。本当にたくさん入ってくださいまして、私も本当に嬉しかったです。前を見てもたくさんの人が拍手と、で、後ろもそうですし、本当に素晴らしい雰囲気でやらせていただいてありがとうございました。先制点も取れましたし、追いつかれた流れからも、また引き離すことができた流れだったんで、失点の部分も正直防げる失点だったので、もったいないなと思います。監督が変わってからそんなに日が経ってない中で、新しい部分っていうのも、いくつか言われましたけど、今までやってきた部分っていうのを、積極的に出していこうっていう話がありました。ホームでしたし、監督からも、積極的に入りから行こうっていう話はあったんで、それが体現できた形になったと思います。立ち上がりからこう自分たちの、サッカーというか、ポジションしながら攻めていくっていう部分は、できてる部分が大きかったと思いますけど、相手にそこを対策された後半だったりっていうのは、自分たちの疲れも影響した中で、終盤に失点っていう形が非常に多かった、前半戦だと思ってます。もちろん、前半で、先制点取れて、後半で追加点取れた試合っていうのは、非常にいい流れで、勝利できた試合も、いくつかあったので、後半戦はよりそういったところを増やしていけたらいいなと思います。クロスからの失点というのは、今日もありましたし、これまでの試合というのもあった中で、なかなか修正
しきれてない部分があるので、まあ、本当にトレーニングから、やっていくしかないと思ってますし、そこに至る過程っていうのも、まあ、ボールの失い方とかも影響してくるので、まあ、そこも突き詰めていきたいなと思ってます。直接上位っていうこともあって、まあ、監督の偉人もあるし、まあ、ホームでたくさんの人来たので、まあ、しっかりそこは勝ちたかったんですけど、まあ、結果的に、まあ、2対2っていう、まあ、引き分けで、まあ、前半戦は終わったんですけど、まあ、しっかり、中段を組んで、そこでしっかり準備して、まあ、まず自分たちの目標である昇格っていう部分に、自分たちがしっかり準備できるように、またやり直してやっていきたいと思います。僕自身フォワードをやってる分でああいうこぼれ球とか爪の部分っていうのは常に狙ってたんで、まあ、それが試合でああいう形で出せたっていうのは非常に、自信につながったかなと思います。得点した分も嬉しいんですけど、正直、まあ、得点数足りないなっていう、まあ、僕が得点量産していれば今の順位ももっと上にいるだろうし、そこもっと追求していかなければいけないなっていうのはその課題がすごい見えてる、分かるんで、まあ、そこはまたしっかりこの中断期間で、修正して後半に向けてやっていきたいと思います。新しく上野監督も、自分たちのチームに入ってこられて、まあ、またしっかりコミュニケーションを取って、まあ、いろいろな、まあ、戦術理解とかして、また今の鹿児島よりまたより一層強くなれるように、そこはもっともっとなければいかないかなと思います。